こんにちは、むかチャンネルです。はい、今日ね、紹介しますソフビは、とても久しぶりのソフビになります。アーティストさんはハリケンさんになりまして、私がハリケンさんのね、ソフビ紹介すんのってめちゃめちゃ久しぶりかなと思います。でね、とてもね、魅力のある新しいね、造形されたね、ソフビが誕生しましたので、そちらがね、無事ゲットすることが、できました。めちゃめちゃ嬉しいです。X でね、デザインとか原型とか登場した時から、これはもう絶対お迎えしたいソフビだなと思ってました。このね、テープのね、白と緑のこの緑さがね、ハリケンさんらしいですよね。パカパカパカーっと。で、これは、明細書です。いや、あ、思ってたよりでかいな。うわ、嬉しい。ちょっと。はい。ハリケンさんのメッセージカードがついておりました。手書きでね、一個一個書かれてるんですよね。すごい可愛い。はい。よいしょ。いやー、これね、本当にね、可愛いソフビなんですよね。本当はね、動画的には1ヶ月後ぐらい後にこの動画ね、流れる予定だったんですけど、ちょっとこれは可愛すぎるのと、まだ12月とか1月分の予約をね、受けたまわっている期間なので、ちょっとぜひともね、ソフビ好きの皆さんに、この可愛いソフビを紹介したいなと思って、順番をね、前倒しで、紹介することにしました。はい、そのソフビが、こちらです。かわいい。めちゃめちゃかわいい。こちら、キャラクター名は、たこ焼きんずっていうね、たこ焼きのかわいいソフビになります。めちゃめちゃかわいい。これね、もうこれ、買うでしょ。これは、非常にかわいい。表情ね、違う、こう、2タイプをね、購入しました。めっちゃ可愛い、コロコロしてて。で、私、たこ焼きがね、もうめちゃめちゃ好きで、私、生まれはね、関西なので、たこ焼きはね、すごい身近で、家ではどうだろう、それこそ月1回ぐらいやってたんじゃないですかね、実家にね、住んでた時は。で、こうやってね、今、転勤族になって、いろんなところ行ってますけど、それでもたこ焼き器があって、たまーにね、する時があります。いいね、たこ焼きんず。これはまた新しい可愛いのがね、出ましたね。たこ焼きんつ。ヘッダーはこんな感じです。ヘッダーはね、両方とも一緒になってるので、目がね、細目がメインのヘッダーとなってるので、この表情のタイプがね、主人公なのかな。初回限定だからかな。このように、たこ焼きがね、乗っているこの船の器、これがついてきております。今後ね、つくかどうかはわかんないんですけども、はい。裏面のたこ焼きんずこんな感じになってます。まん丸ボディに真っ赤な勇気を詰め込んで、一人船に飛び乗れば孤独な旅の始まりだ。一人だけど孤独じゃないぜ。世界のあちこちで同じ志の仲間と出会うんだ。共に叫ぼう。僕らがたこ焼きんずだぜ。と。ハリケンさんのね、ソフビ、未開封系がね、結構あるんですよ。未だにありまして、開けずにね、置いてるんですよ。だからこれね、今、どうしよう。もうめっちゃ迷ってます。いやー。どうしようかな。どうしようどうしよう。本当にハリケンさんのたこ焼き、鑑賞用と触る用にもう一回買いたいぐらい悩ましい。めちゃんこ悩ましい。そう、私ハリケンさんのソフビこうやって釣ってるんですよ。こうやって釣ってるんでね、どうしたものか、何かいい方法ないかな。わかった、一回開けてまたホッチキスで止めよう。そうします。なので開けます。ムカチャンネルといえばね、ちょっと今ね、もう開けてますんで。いや、ハリケンさんすごいキャラクターね、たくさんこうね、可愛らしいの生み出されてて、すごい海外に行ってね、ペイントショーみたいなんねしてますよね。たこ焼きんつ、これはね、もう開けますよ。この可愛さをね、早く皆さんにお届けしたかったんで、まあ開けましょう。はい、こんな感じです。かわいい。なんかこの丸々としたん、かわいい癖になるな。じゃあちょっと船からね。船こんな感じです。船はこんな感じです。ん、あ、気のせいか。もうあれだね、
あの一瞬ねたこ焼きのなんか鰹節のような匂いがプーンってしたんですけど、あの気のせいでした。はい、こんな感じです。可愛くない？これはめちゃめちゃ可愛いでしょう。可愛い。たこ焼きよたこ焼き。一個ずつ、これこの青のりね、ハリケーンさんが一個ずつ筆で塗られてました。可愛いっす。分割パーツ、上下で分割パーツになってこのように稼働をします。もしかして中開けたらなんかタコいたりして？それはないか。見守りソフビのあれとかは中に鈴が入ってるんですよ。あ、それはなかったな。ちょっと今開けましたけども、特にねタコはなくて、でも私今いいことを考えたんですよ。それがね、はい、こちらセリノリカさんのチェリンボだったかな、タコのねソフビになるんですけど、これをぴったりだ、入る、チェリンボ入る、チェリンボ入れてこれをこうパカってするとはい、こんな感じです。中によ、チェリンボがいるっていう、いやこういう楽しみ方もあるんですね。これがまああのクリアだったらありなのかわかんない、チェリンボ見えてね。だこれクリアじゃないから自分しか知らない世界みたいなんね、なっちゃいますけども、いやいいわ。皆さんあのセリノリカさんのチェリンボお持ちでしたら一回入れてみてください。めっちゃいいですよ。いい、このような感じです。かわいいね、めっちゃかわいい、たこ焼きんずでね。またいいのがこれ、ハリケンさんってすべてデザインから原型、ロー型、ペイントまですべて一人でされてるんですよ。そこまでねすべてを手掛けるアーティストさんってね非常に少ないんですけども、すべて一人でこうね手作りでされています。デジタル原型じゃなくてもう手原型にねなるので、綺麗な丸じゃなくて本当に手作りでね作られたような均等じゃないこう丸さっていうところがまた思いが詰まってて魅力的に感じます。足裏、ここにはたこ焼きんずハリケン2024と刻印がされておりまして、ここにジャパン G って書いてるのかな、これヘッダーにもここありましたよね。グリーントイズって書いてるのかな、これねのロゴがあって、今までこの G のねロゴなかったと思うんですけどね、最近できたんですかね。なんかここにこうやって爪楊枝が刺さっててもね可愛いかわかんないですね。どうだろう、次とかこれにこうマヨネーズがかかったたこ焼きんずとかね登場するんすかね。はい、では次はね、こちら細めの子ね、細めの子を開けていきます。今思ったのはやっぱ開けて正解っすね。めちゃめちゃ可愛いんすよね。よいしょ、はい、こんな感じです。これも可愛い。なんかこっちの目の方がハリケンさんっぽいキャラクターだなっていう感じです。目だけ違うのかな、どうだろう。なんかまあ個体差によるんだと思うんですけども、この細めの子の方がソース具合が薄味っていうような感じっすかね。いやーかわいいかわいい、このぽってりさ、こうねかわいい。なんかこれは6個とか8個とか買って並べたい、したら上から見たらめっちゃたこ焼きだし、これもねもうちょっと大きいのをなんかそういう資材屋で買ってタコ舟にこう乗せたらかわいいっすね。これはめちゃめちゃかわいいな。こう置いとくのもねありですね。でね、私ハリケンさんのねソフビすごい思い入れがありまして、一番初めに買ったソフビが確かハリケンさんのねソフビだったんですよ。ソフビをそこまで夢中になる前、もちろん YouTube 動画をする前なんですけども、ハリケンさんを一番初めに知ったのは、あの私がビーストサーガーっていうおもちゃがめちゃめちゃ好きで、それを集めてた時に YouTube でハリケンさんがビーストサーガーとビーストフォーマーについて語ってる回があったんですね。で今はねその動画多分もうないんですけども、その時にハリケンさんね黒い髪やったんですよ。確か緑色の T シャツを着てビーストフォーマーへの熱い思いをねめちゃめちゃ語ってて、その時にすごい面白い人だなと思って結構いろんなね回を見てたんですよ。だからその時まだハリケンさんがソフビを作られているとかをもう全く知ら
ずハリケンさんがそのおもちゃへの思いを語る人っていう感じで私見てたんですよ。でそこからですねいろいろホームページかなとかをいろいろ見てたら、あのマッドパンダね、この子ね、マッドパンダがめっちゃかっこいいやんとなって、そっからもうハリケンさんのソフビたくさん集め出したんですよ。でその私がそこまでソフビにのめり込む本当に前に、大阪でソフビのねなんたらフェスとかあるじゃないですか、そこに初めてね参加したんですよ。たくさんあるブースの中でハリケンさんのブースだけ行ってソフビ買ってハリケンさんと握手してサインもらって、なんか色紙にねイラスト書いてもらって少しおしゃべりしてもうすぐ帰ったという今思ったらもっと回ればよかったのにと思ったんですけども、全然もうハリケンさん以外ソフビのこと知らなくて、だからもうすぐハリケンさん狙いでこう見て、あ、いた、緑色の髪で8匹ている男性いたと思ってハリケンさんにすぐお会いしていろいろね喋って、すごいね優しい方でね、人間性がね本当に私ハリケンさん大好きなんですよ。だからそういったね方がね作られるこういったソフビっていうのはもうめちゃめちゃ好きで、まあ、愛くるしいですよね。パッケージにね戻さずかわいそうなんで、こうやって飾りましょう。それがね一番いいのかなと思います。なんだろう、久しぶりにハリケンさんのソフビ紹介するからめちゃめちゃこう嬉しいというかね、テンション上がるな。ほんとかわいいわたこ焼きんず、これなんかこう旅とか行く時にもね連れて行きたい。というわけで、本日はハリケンさんからたこ焼きんずの紹介になります。この動画が面白い楽しいと思いましたら熱い高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。